同期選手を潰しにかかる動き、フラッシュがないところをしっかりと狙っていきましたね。さあミッドレーンにアローを飛ばしましたが、スタンを決めているのはウォーゾーンです。そこにキックからフラッシュインダブル級、ダラが4人ノックアップ。そしてタッスルのビルドはとてつもない攻撃力があります。ウォーゾーンは逃げれない。ダブルキルはタッスル。ただし、ハンイアン、さらにはローが合流しています。タッスルが生き残る。ダラが、ダラが、カバーする。ヘッドバットからノックアップ。そしてキル回収はメロン。気がつけば3キル取っているのはランページだ。緊張とかないんですかね。ランページの選手が言ってました。ダラが初めて LJL に来た時に、彼はメンタルゴッドであると。そしてその名の通りのプレーですよ。とんでもないアグレッシブなプレーから、かなりリスクの高いプレーだったと思いますが、仕掛けていくことでサイゴンジョーカーズのペースというのを、サイゴンジョーカーズのペースを握らせませんでしたね、と思います。ただしまだわからないですね。さあ気は抜けない。ただし大事な初戦、ここは確実に勝利しておきたいところ。ローが仕掛けたところを逃さないのはロキ。そのままダラのノックアップからヘッドバット、メロンが回収。この流れがやはりランページの強さ。ただしダラは落ちました。ダラアルティメットはなかった。ただしバロンバフは持っていませんでした。そこにはロキの火力がある。さらに前に出るセレブリティに Q が当たった。さあ入った。タッスルが落とした。さらに裏に回った。ウォーゾーンが落ちた。ダブルキルだ。04交換はランページ。そのまま数にありつくのは最後はパズ。エース獲得はランページ。05エースです。エンドイッチですね。完全に集団戦は日本代表ランページが上回っています。さあ悲願の国際大会、そしてこの IWCQ2016 Day 1、優勝ではないですね、勝利したのはランページです。一瞬なんかボイスが入って焦りましたけれども、大変失礼いたしました。まだ優勝は早いですよ。 Day 1 です。大変失礼いたしました。私大変興奮しております。いや勝ち方も劇的でしたからね。ブリンク先、ただそこにはダラがいる。フラッシュインで追い打ち、ノックアップからアルティメット、時間を稼ぎます。ベアがここに寄ってくる。シールド竜巻、アルティメットなんとか助けようとするが、モンスーン、あとはエレメントのダブル。いやダラがそれでもフラッシュイン、エグゾーストギリギリダメージが足りません。ベアが守ります。おっと、その間にメロンがファーストブラッド、なんとザ・フォックスを落としている。1対1で倒しましたね。有利を広げにいっていると、非常にいい形ができてますね。おっと、これはソロキルシーンですか、ひょっとして。これバロンのダメージも発動せずですか。うわぁ4発目632。とんでもないダメージが出てましたね。アルティメット4発全部当てればそれだけで倒せるということですね、今の。そういうことになります。通常と Q が入ってましたから。はい、そういうことになりますね。いやでもメロンよく当てましたね。非常に素晴らしいスキル精度でしたね。この下のところのクッキーが美味しそうなのと、やっぱスイーツっていう感じがするんで、ちょっと興味がそられました。いや初めてかな、ね、蜂蜜の感じがしますね。キンジン最高。ブラジルはスイーツも美味しいの。This one, no, it's really nice. Actually, I'm just gonna finish it now. So, yeah, hang on, excuse me. キンジン食べてみたいです。というわけで、本日 IWCQ2016 Day 4をお送りしております。メロン美味しそうに食べてましたね。バクバク食べてましたね。だからどうにも他の選手、一部の選手は甘すぎるみたいでしたけど、僕もなんかブラジルのお菓子何度か話は聞いたことありますが、なんかかなり甘いというイメージらしいですけど、メロンさんの下にはあったようですね。ジュリエット選手マークつける対象がダラ選手、
さあ、フィナーレから、タワー下から押し出す形。そして仕掛けていって、ジュリオスティット、アルティメット使わさず、さして素晴らしい、ラストヒット、この間をきっちり縫ってからザ・フォックスに当てるのはメロン、ダブルキルは、これはロキ、そしてスネを決めている、トリプルキルロキを繋げて、で、多数選手がミスをしてしまったんですが、それで、まあ、周りの状況を崩さずにしっかりと冷静に対処していきましたね。ここで、パズ選手のタウント完璧なんですよね。ベア選手とフォックス選手二人にフラッシュを使ってまでタウント当てている。この動きが本当に素晴らしかったですね。ここでもし、フォックス選手が生き残っていたらまたバロン非常に難しい形になっていたと思いますからね。あ、ということはメロンがスキル当てれたのもパズがタウントを決めて止めていたからと。だからこそというような動きでしたね。さあ、バロンまたしても獲得はランページ。ボットのインヒビターが湧いていますが、ちょっとかっこいいスタンでしたね。タウントの最中でしたね。やっぱり忍者はどういう姿でもかっこいいでござりますな。医者の姿なんですけどね。それを言ってしまったらおしまいですよね。So my question is to Bass from Rampage. Just asking you why you had to beat Detonation FM. I really wanted to see them at another wild card. And yeah, you just had to ruin my dreams. どうして、それは僕たちがもっと強かったからですね。そして GA を達成選手が完成させますね。おわお、スリーショットでロキが乗ってきました。ボイドスタッフまで完成していますからね。とんでもないダメージが出ています。ここからベア選手はそうですか、タリスマンを買おうとしていますか。しかしイージスが、ね、わあ、これがロキですよ。素晴らしいですね。この後は一度リコールして装備を整えてからミッドやトップへということになりそうですね。見えてないんですけどね。予測ですか？予測ですね。ここにいるだろうという。乗ると本当にすごいプレーをしますね。ロキ、一応言ってもいいですか？一年経たないと新人っていう言葉がよくつけられますけど、一年まだ経ってませんから、今年からですから、新人という、そうですね。ことでいいんですよね。そうですね。新人ということでいいですね。という段階です。いや、強気だ。強気だ。アロ？いや、見てからよけます。そして判定！モンスーン打っても関係ありません。瞬身誤報でパズが来る。フラッシュインでタウントを決める。ギリギリアルティメットジュリオスティットは発動しますが、その輪から出ると一瞬でランページがフォーカスする。さあ、2キル獲得はランページ。見よ世界よ、これがロキのルブランクだ。またしても。さあ、裏から入って、いやさすがにここは少し無理をしすぎたか。あまりないタイプのチームですから、ランページからするとかなり意外な印象を受けるというか、少しペースを乱される可能性。ハンヤのジャングルも強力ですね。そうね、強力ですね。ミッドレーン狙っていますが、この動きはバレたでしょうか。かなり下がりました、ウォーゾン。そして来たところ、そこには待っていたのはタッスル。いやー、フラッシュを切りましたが、ブリンクインフラッシュ、ファーストブラッドはタッスルです。これは大きいですね。これでジャングラーのアドバンテージは確実にランページになりました。ロキが来る。ウォールがあるぞ。さあ、4人を孤立させることに成功できるぞ。アローが飛んだ。そしてウォールだ。完璧だ。さあ、ただし反転してくるのはサイゴンジョーカーズです。まずはローガ。ローガがフロントライン。そしてハンヤーが入ろうとするところをダラが防ぐ。さらにはタッスル裏に入って、裏シェインキック級ソロキル、なんという。さあ、セレブレティ AD キャリアを落としているところからの集団戦、5分4人数差はあります。ただし体力が全体的にない。ここからウォーゾーンがダメージを出せば危ない展開だが、ランページ、それでも体力管理は完璧だ。完璧すぎて2キル獲得はランページ。もう一度パスが E のブリンクが上がればスーを倒せるか。ただ少し怖い。ウォーゾーンのマナはたっぷりあります。タッスル選手、非常に難しい中で、いや、取りましたね。アシストついてましたけれども、ほぼソロ切りですよ、あれ。素晴らしかったですね。今後の戦い方は変わってきそうですね。リプレイです。
まあ、見事な分断でした。できれば完全に2対2といった形で分断したかったですが、それでも非常にいい形ができていたと思います。そしてここからのロー選手のタンクラインの性能ですよね。ここでセレブティ選手を落としているんですが、前線がまだ崩壊しないのはこのロー選手の魔王界が相手のキャリー2人、ランページキャリー2人を支えていたからですよね。支えていてというよりも一応引きつけていた。その間にダラ選手が敵のバックラインに対して特にワオゾン選手を孤立させるような形でプレッシャーかけていたんですが、やはりトップレーナーの魔王界の方が圧力としては高いというところで、先にキャリーを落としていたにもかかわらず、まあ、そのまま一気にキルを持っていくことはできなかったと。このインファーナルドレイク、お互い欲しいところではあるでしょう。さあ触りました。そしてロー選手がテレポートを準備してますね。さあパズもリコールしてテレポート準備。オッケー、取ったー。やはりこの男タッスル、タッスルのリーシンには何かがついているのでしょう。バック、うまく返していくのはキラ、ただし Q が入る。ファーストブラッドはランページロキです。狙い通りミッドレーンのマルタハールのアルティメットのプレッシャーによってキルを作っていきました。ここのボットレーンにダイブに対するプレッシャーといったところを解除できればパーフェクトですね。さあそのダイブの展開ですが、ランページテレポートでまずは返していきます。ダラが逆に反転しようというシーンです。パズ、さあスネアを狙いたいが、ここはアロー、その間になんとタッスルがキル、いちいち効果にはなった。そして船旅、ダラは入ってくれと待っている。その船旅に乗っているのはもちろんメロン。パズが少し遠い、スネアが届かないか。4人有利を取れているというふうに言えると思いますね。タワーダイブしたんですか。最後は槍ですね。サクッという音が入ってました。かなりアグレッシブですね。しなくてもいいダイブだったと思いますが、なんでしょう、本当に緊張感は彼らないですね。これだけ国際舞台の大舞台、強敵、ここで勝てると今後の展開、このラウンドロビン全体を考えると非常に大きなアドバンテージを取れるという中で、及び腰には全くならずに強気ですね。これはちょっと、これ有利取れますよね。取れると思いますね。ポーションがないことを今確認したでしょう。おっと、わっと、わっ、わっ、わっ、ファーストブラッド取ったのはランページです。赤バフ勝ってから即レベル2ガンク、すごい判断だ。これがタッスル、セイヤテレポートしよう、フラッシュまでダウンしています。はっ、はー、すごい。リプレイがまあ来るとは思いますが、フラッシュイン使ってますね、タッスル選手。さらにはトリンケット、どこに使用したでしょうかね。レーンに使いましたかね。なるほど。いや、これは幸先のいいスタートですね。本当にいいスタートですね。あ、仕掛けてかなり前に出てきてたんです。いや、ラプターにワードを置いたタイミングを狙ったんですね。あー、置くということすら分かっていたと。そのようですね。研究済み。좀더잘했으면저쪽에가서우리도저무대를하고있었을지않았을까뭐그런생각을했었던것같아요もうちょっと頑張れたらこの場に立てたかなっていうのを考えてましたね。今回の大会でちょっと辛い思いもしてやられてしまったので、まあ、次の IEM でリベンジを果たしたいです。Thank you.